小学生が心肺蘇生法を教わっておる。これは地域防災スクールという大府市内の小学校2年、4年、6年生を対象に平成24年から行われている防災の授業なんじゃ。この取り組みによって学校から家庭へ、家庭から地域へと防災の意識が広がることを目指しておる。授業に参加した小学生は火事だと叫ぶ大声競争や服に火がついた時の対処法を学んだんじゃ。ここで問題。大府市ではこの防災の授業を市内の全小学校で行っている。丸か×か。はい、防災の授業大府市内の全部の小学校でやっている。丸と申したわ。拍手。いや、うちには来たことないぞ。全部じゃないと思う人、バツ、拍手。お、ちょこっと拍手した人いるな。ということはひょっとするとそういう学年じゃないのかもしれませんが、ね、正解です。正解はこちらです。正解は丸。大府市内の全小学校を対象に防災の授業が行われておるんじゃ。